こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、女性の本音を見抜く方法のお話をさせていただきたいと思います。でですね、女性っていうのは本当にね、コミュニケーション能力が高い人が多いので、実際本心はどう考えているのかわからないってことって多々あると思うんですけれども、例えばですね、あなたが女性をお誘いしたとしますよね。じゃあ最初、まあ、合コンとかマッチコンとかで会って、でぜひ今度お食事に行きたいですって言った時に、はいまたぜひみたいな感じで、はいまたぜひ以上みたいな感じで返事が来た場合は社交辞令の場合が多いです。ね、ではい今日私もすごく嬉しかったです、またぜひ、会いたいので誘ってくださいとか、またぜひお声掛けしてくださいとか、そういうアクション、女性があなたにアクションを要求した時は、あ結構いい、楽しいと本当に思ってくれてたのかなって思って OK なんですけれども、またぜひとか、またみんなでとかってなると、あなたと2人で会うのはちょっとって思ってる可能性が高いので、その女性の本心を見抜いて同棲していくかによって今後のね発展っていうのは変わってきますので、またぜひってなったら、ちょっとじゃあまたみんなで一旦ね会って、その後に2人で会うっていう風にね、作戦をねちょっと変えていかないといけないので、女性のねまたぜひっていうのはまだそこまで2人で会う方までほどまではいってないのかなって思っていただければと思います。ではですね、メルマガの登録と、LINE のお友達コメント欄から募集してます。メルマガと LINE は違うことを言ってますので、メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。